30年近く放置された西武の通勤電車、まさかの魔改造が決定です。西武6000系は未更新のままでリニューアルが放棄された電車がいます。ずっと未更新で廃車まで走るとさえ噂されるぐらい放置されてましたが、最近大きな動きが未更新車に見られました。この動画ではまず西武6000系の未更新車について紹介します。そして最近起こった大きな変化について紹介していきましょう。また西武6000系は将来的にどういう風になっていくのか、またそもそも論どうして西武6000系の一部編成はずっと更新されずにほったらかしになったのか、このことについて分析したので皆さんに紹介していきます。それではまず西武6000系の歴史について紹介していきましょう。今回は特に初期に製造された2編成について紹介していきます。この2編成実を言うと未だに更新されていません。西武6000系は最初 GTO インバータで製造されましたが、未だにこれが搭載されています。一応初期に編成外の動きについても紹介しておくと、副都心線直通開通後から徐々にリニューアルされていきました。具体的には内装のパワーアップですね。液晶モニターが搭載されたり、東横線方面へ直通できるように改造されるといった感じで、結構変更されています。また最近では VVVF を交換してましたね。いわゆる SIC インバータとか、あとは東芝の PMSM とかそんな感じで、足回りにも結構変更が入っています。一応こんな風に、西武の6000系は、初期より平成外結構、内装や外観、あとは LCD といった感じで、リニューアルが最終的に実施されたんですが、初期の2編成は登場当時の姿のまま基本的に手が加えられていません。量産先行車とか試作車とか結構この6000系の最初の2編成は言われることがあるんですが、この電車の特徴として地下鉄製に来ないっていう点が挙げられます。実は製造当時ってまだ有楽町線との直通運転始まってなかったので、そもそもの西武は地下鉄線に入ることすらできません。有楽町線開通後に一応の編成が対応されましたが、実は初期の編成以外にもいくらか地下直非対応編成は存在しました。製造数に対して明らかに地下直に必要な編成数が少なすぎたんで、一部は未改造で放置されたって感じですね。ですが副都心線開通時までにこれは変わっちゃいました。副都心線への直通運転開始に伴い運用数が増えたので、地下直の直通改造してない編成についても、初期より編成外全部改造しました。残念ながら、初期より編成は改造されずに、地下直に回らず、実は今まで一回も地下鉄線を走ったことすらない地下鉄線向けの電車なんですが、その後も特に改造や、なんならリニューアル等もされず、なんと登場姿が残っちゃったって感じでしょうね。こんな風に結構、なかなか個性的な編成です。製造直後は池袋線とかでも走った経緯があるそうですが、最終的には新宿線で落ち着いて、今現在はずっと新宿線で走行してますね。一応地下鉄直通を想定した形式なのに、一切地下鉄線に入らず、路線もそもそも地下鉄とは全然縁がない新宿線って感じで、なかなかすごいなーとかそういう気持ちになっちゃう経緯を持ってますね。あまりに更新されなさすぎて、今となっては珍しい仕様も多いです。例えば、幕ですね。今となっては前面の案内表示器って、LED が多いです。幕の場合、ぐるぐる回る、いわゆる回転装置が必要で結構めんどくさいんですが、LED の場合、一瞬で切り替わるため、楽ですし、かつ、ミスも少ないです。あと、純粋に最近の LED は、結構明るいため見やすいってのもありますね。まあ、こんな感じで、LED とかそんな風な表示が最近は普通ですが、未だに6000系、登場当時から更新ないため、懐かしの幕が未だに残ってますね。シャッタースピードを上げても、いわゆる幕切れが起きないため、鉄オタ的には結構こういう仕様はありがたい面もありますが、鉄道会社的にはそんなにメリットもないため、未だに残ってるってのは結構面白いですね。それではどうしてこの西武6000系の初期車は、未だにずっと未更新でほったらかしだったでしょうか。一応公式的には、
未更新で放置していた理由について具体的な発表とかあらですが、なんで未更新のままほったらかしになったのかっていう可能性は実は分析できるんですよね。というのも西武6000系って第1編成第2編成だけ第3編成以降ととてつもなく大きい違いがあります。それは運転台と床下の機器の配置の違いですね。基本的に同じ部品を搭載してますが、部品を置く場所とかが違うそうです。運転台についても少々違いがあるようで、この2つの違いから残念ながら未更新が続いたんじゃないかって意見があるんですよね。たったこれだけでなんでそうなるんだって思うかもしれませんが、実際このせいで地下直に回らなかった上、やっぱり自由度がどうしても下がっちゃうんですよね。地下直の方が結構注目はやすいですし、また純粋に地下直に対応する改造も必要なため、このついでに更新とかそういうのを実施する感じですから、ちょっとやっぱりそういうのが今すぐ必要がない形式ってこともあり、この2編成は遅れたのかなって感じでしょうか。ちなみにそもそものどうして地下直にこの2編成は入れなかったでしょうか。一説では ATC を搭載の話があります。有楽町線でもともとは ATC を利用して運転してました。最近では AT を使ったワンマン運転に切り替わってますが、当時は確か ATC ですね。有楽町線開通時にそもそもの ATC をこの初期の編成に搭載する必要がなかったんですよ。先ほども紹介しましたが、編成数が過剰なため、まあ一部の編成で OK って感じです。あとそもそもの話、この編成って設置がめんどくさいって問題がありました。他の編成と足回りとか運転台が違うため、この搭載する工事がすごい面倒なんですよね。多分設置する気になれば設置できますが、他の編成と結構違うことから特殊な改造が必要になって結構メニューが割高になる可能性があります。副都心線開通後も有楽町線向け、副都心線向けは共通の編成なんで、全部の編成が地下直対応せずとも回りきるっていう環境も大きかったでしょう。結局副都心線開通後も編成数的初期に編成は改造しなくても十分だったんで、結果的には未更新のまま放置になったんじゃないかって個人的に感じますね。どうしてもやっぱり副都心線直通後ぐらいから結構このリニューアルが進んでいき、西武6世系の内装とかそういうところも直通対応するようにバンバンいじられていきました。だからこそやっぱり本線系と十分な6世系初期編成は無理にいじる必要がある一方で、優先的にいじる必要があった直通対応編成を触った結果、こういう感じで今まで特に更新サイズほったらかしになった可能性は高いですね。また純粋に本線系統の VVVF の更新で比較的状態がそんなに悪くなかった VVVF が多少あったのも大きいかもしれません。こういう部品を西武6000系の初期編成の保守部品として転用することで30年近く更新を放置しても普通に持ったのかなって印象でした。ですがそんな西武6000系もついに更新されることになりました。具体的には第2編成が更新工事を施工しましたね。なんと見た目についても実は若干変わっており、明らかにこの電車は更新工事を実施されたってことが分かっています。ですが結構びっくりする点も多いんですよね。それでは具体的に更新メニューを見ていくと、今現在分かっている範囲では VVVF が更新されましたね。多分三菱の SIC モスフェットの VVVF でしょうが、音を聞いた感じおそらく従来の三菱の電車と同じ感じなんで、多分従来の更新車と同じパーツを使っています。他には前照灯が LED に変更されました。前照灯これまで確かシールドビームとかそんな感じの部品だった気がしますが、明らかにデザイン変わっていて LED になっていることが明らかです。また幕についても従来のぐるぐる回る昔ながらの幕から LED についに変化しました。ずっとこう電車幕のままで、なんでだろうっていう風な感じでしたが、ようやくこちらに修正加えられましたね。しかしながら更新メニューは以上で、一応今現在分かる範囲では終わりです。もしかしたら今後追加で施工されるかもしれませんが、現時点ではこれで終わりって感じでしょうか。この形式すごいインパクトが強いですね。というのも前面の塗装を銀色のまま更新したんですよね。西武6000系はもともと登場時みんな銀色で塗装されてましたが、いわゆる副都心線直通改造時に白くなりました。だから更新車はみんな白、未更新車は
銀色っていう感じでしたが、なんとついにここに来て、更新車の銀色っていう新しいパターンが誕生しましたね。ただ実を言うと内装が全く変わってないですよ。パッと見た感じ大きな変化はありませんでした。まず液晶モニターは搭載されてません。一応更新はされましたが、従来通り LED 表示器のまま放置になっているそうです。座席とか床についてもパッと見デザインが新しいとか、あとは床材が新しく変更されてとか、そういうのはなく、いわゆる VVVF とかそういった交換必要部品だけ本当に交換した感じで、従来の6000系と比べても結構シスなリニューアルって感じですね。残念ながらちょっとこのリニューアルは中途半端に終わっちゃいました。それではどうしてこんな感じでリニューアルが実施されることになったんでしょうか。西武新宿線には実を言うと黄色くて古い電車がいっぱいあるんですよ。こういった電車は西武6000系みたいに LED を搭載していたり、もっとすごいとそもそも案内表示器がついてなかったり、ドアチャイムすらない編成も全然残ってるんですよね。最近はそういう編成減ってますが、それでもやっぱり西武6000系の登場当時の内装レベルという編成は非常に多いです。この電車はあくまでも新宿線向けで、今現在そういう電車が多いため、内装を特に、例えば液晶モニターにするとかそういった感じで、新しい形式と合わせる必要も結構薄いんですよね。今後もし西武4万系とかそういう電車が増えてきたら変わるかもしれませんが、現状の西武新宿線では、そこまでの設備はなくてもそんなになんか遜色はないって判断されたのかもしれません。西武としては、黄色い電車を到達したかったって気持ちも、あるでしょう。というのも、西武としては、非塗装車で、かつ、抵抗制御とか、直破制御を搭載している古い黄色い電車を、バンバン交換した意向があります。実際それを加速するために、他の会社から中古で、VVVF でステンレス無塗装の電車を、もらおうとかそんな感じで収まって、っていうか実際計画で、サステナ車両っていう感じであるんですが、これを、もちろん西武6000系も、既存の編成なんで対応したって感じでしょうかね。VVVF はもうさすがに古いから更新したっていう雰囲気でした。要は6000系の初期編成も継続して使っていこうっていう判断ですね。だからこそこういったちょっと遅れた更新だったのかもしれません。西武、もしかしたら最初はこの電車を廃車にすることも検討してた可能性あるんですよね。っていうのも西武って一応そんなに古くないとはいえ廃車にする電車もあったりします。例えば西武2000系の試作車が早期廃車されました。西武の新2000系のうち実は1編成だけ一部模倣が VVVF を搭載した状態で作ったんですよね。ただこの編成は結構早期廃車になりました。西武旧2000系も全然廃止になってない頃からこの新2000系の VVVF 試作車は廃車になりましたね。車両のごく一部が VVVF を搭載した模倣になっており、すごい変な仕様、かつ、この VVVF も GTO とはいえ西武6000系とは全然違うタイプです。このようにすごい西武にとっても管理がめんどくさく、すごい異端編成だから、早期にポイ捨てしたっていうことも実はあるんですよ。この6000系も実際従来の第3編成以降の6000系と仕様が違うため、結構扱いめんどくさいから廃止するっていうことももちろんできたかもしれません。ただそういった、機器の配置が若干違う点以外はそんなに実は西武6000系って違わないため、とりあえず更新後回しで保留にし、その後継続仕様の判断に繋がったんじゃないかって感じます。ひとまずですが6000系の電車についてはまだまだ廃車が発生しない感じですね。事故とかそういう悲しいことがない限り多分しばらくまだまだ活躍するでしょう。また銀色のデザインについては継続な感じでしょうかね。もしかしたら更新の際に全部白くなっちゃうんじゃないかっていう意見もありましたが、特にそういうことはなく、初期の編成は引き続き更新されてもなお銀色の塗装で活躍していくと思われます。そして念願の更新が実施された初期の編成ですが、将来的に地下直さらには相鉄方面まで入ることってありでしょうか。このことについても分析しましたので紹介します。残念ながら更新後も今のところは特に副都心線直通関連の装置は搭載されてません。さっきも紹介しましたが、あくまでも老朽化した機器類を交換するって感じだったんで、
特にメトロ関連の装置は搭載されてませんでしたね。有楽町線も残念ながら NG です。一応企画的には実は OK なんですけどね。ただ残念ながら、甲子編成についても、初期の2編成は、地下直に今のところは入りません。実は寸法上直通は確かできます。先頭車は結構、量産先行車と量産車で、ドアの位置が違うか直通運転できないんだって話があるんですが、見た感じ正直初期の編成も、ドアの位置はそんな変わりません。その気になって、ワンマン対応回収実施は多分、副都心線とかで活躍することはできるでしょう。ただ残念ながら、今現在は、こういう対応されてませんね。そもそもの西武が、直通対応回収を実施するのかすら、怪しい状況です。というのも最近、西武新宿線に、6線系が2編成やってきました。うち1編成は、地下直対応に必要な機器類を一部、撤去されていることが判明しています。もう1編成は特に撤去されず、今現在活躍してますが、要は西武6線系がこんな感じで、新宿線でまた増えてます。西武6線系が、いわゆる西武4万系に、玉突き転属で交換されてるって可能性があって、これによって黄色い電車を新宿線系統から、早く追い出そうって感じでしょうか。まあ、こんな風に交換されることからもわかるように、わざわざ6線系を改造して、地下直対応編成を増やす必要ってないんですよ。同様に、相鉄直通もまず、ありえませんね。そもそも地下直できない以上、相鉄が入ることすらありえません。そもそも西武車が相鉄線直通対応を実施したい現状を見ると、なおさら無理という風に感じます。まあ、こんな感じで、おそらくですが、量産先行車、先頭車が銀色の電車、更新してもなお、新宿線でこれからも、私は活躍すると思いますね。ワンチャン池袋線に転用されるっていうことも、なくもないかもしれませんが、だとしても多分これらの編成は、地下直に対応せずずっと、地上線で活躍していくのかなと感じました。このチャンネルでは、鉄道に関する情報を発信していきますので、興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。バイバーイ。